横浜麻生病横浜麻生病は神奈川県横浜市にある麻生を祀る麻生病である。2006年3月17日に横浜麻生病は開港から150周年を迎える横浜の新名所として横浜中華街に落慶開廟した。明治時代の新国領事館の跡地である山下町公園に隣接している。台湾最初の勘立の台南市大天候宮より分類された。 マソは、北宋時代に実在した復権省、林氏の娘であり、生まれて一ヶ月も泣き声を上げなかったため、林木娘と名付けられたが、小さい頃から最地に溶け、十歳の頃には、朝晩の念仏を唱えるようになるなどした。二十八歳の時の九月九日、修行を終えて天に召され神になり、海上をマイ難民を救助する姿が見られたとされ、人々は、マソソ病をはじめとする、 様々な魔祖病を建て五国休民の神として祀るようになり、その人通力は国中に知られることとなって、歴代の皇帝も死亡で敬意を表するようになった。その後、航海を守る海の神のみならず、自然災害や薬病、戦争、盗賊などから守る神として、中華民国、台湾の他華経が住む世界各地で信仰されている。病内には、 マソ像と二つのシン像がある。純風耳と千里眼である。純風耳は大きな耳を持ち、あらゆる悪だくみを聞き分けてマソに知らせる役目を持つと、される。千里眼は三つの目を持ち、行く先や周囲を監視し、あらゆる災害からマソを守る役目を持つとされる。また、神殿の前には、一番から五番までの五つの航路がある。 参拝者が5本一組の線行を買い求め、これらの航路に備えることができる。1番の航路は玉行上帝へ、2番の航路は天井聖母へ、3番の航路は中世、上上林水夫人へ、4番の航路は月下老人、文章帝君、5番の航路は福徳精神へ順々に線行を備えることになっている。占いには道教のくじによるものと、 声によるものが行われている。ありがとうございます。